まあいい加減な番組なんでね。まあでも、まあ、これがもうなんか同時視聴者数がすごい勢いで。素晴らしい。はい、今日もやってまいりました。クイズ当たって砕けてしまったのがエコスマイルさんですけれども、ヒヒー、効果音は忘れてましたね。効果音です。はい、クイズ当たって砕けるの時間がやってまいりました。水曜のこの時間を、もう早速コメントが入ってます。あ、誰でしょう。たかこさんですよ。頑張ってくださいって。女性ですか。頑張っちゃダメだよ。かもしれないですけど、そんなクイズ番組があるんですか。こっち一生懸命やろうとしてるのに。エコスマイルさんは頑張ったらね、もう本当ボケなくなっちゃうんで。ああ、そうそう。ボケない。ボケない。いつも通りね、もう正解は控えめにお願いいたします。いきましょう。はい。ああ、来ましたね、来ましたね。もう今日もね、もう越後生活記3時間ぐらい前からね、もう。クイズを一生懸命僕今日メッセージ来ました、青木さんから。え、なんで今日の問題は難しいよとか。ちょっとね脅かしといた。いつも簡単すぎるからね。今日の問題は難しいからね。そんなメッセージ殺してゲームに、ゲームじゃないクイズに。そんな怖いクイズ番組来たくないよね。早速ね、今日はねクイズ早速1問目ね。問題もう早いですね今日は。はい、はいですよ。今日ギャラリーもいてくださって、男性の女性からコメントをメッセージ頂いて、やりがいがありますよね。そうですね、うん、やっぱりね、真面目にやらなきゃみたいな。ヤイズテレビで一番面白い番組を目指してますね。で、一番いい加減な番組も目指してます。素晴らしいですね。そういうことです、はい、じゃあ第1問ね、はい、これはね、エコスマイルさんがね一番ね喜びそうな。あ、そうですか。エッチネタです。ああ、いいですね。マキちゃんもエッチ好きだと思いますね。ぜひ。一緒しないで。これね、放送、いや、さっきね、この番組なんか裸で見てるって言うからね、やめてくれって言ってきましたよ。ちゃんと正座して見てくれって。意外とね、裸で見てる人、ね。お風呂で見てる人。裸になって見てなかった。裸になってね。びっくりしちゃいますよ。ブラブラさせて見てほしいですね。クイズなんですけれども、よろしいですか。はい、はい。今日はね、地名の問題です。地名なんですか。地名って知ってますか。知名度ってことですか。東京とか、あ、焼津とか、有名とかじゃなくて有名有名かな。ということで、はい、今から言う地名の中で、はい、それは存在してないとか存在してるとかっていうのがね、はい、あるんですけども、はい、4つ言います。その中で存在してないのを1つ答えてください。あ、4択ですか今日は。4択です。あ、一択ってのはないんですね今日は。一択でもいいんですけどね。一択にしてくれってのありましたね前ね。はい、問題です。あ、またほら綺麗な人がいっぱいいましたよ。あ、ほらほら、あら、あら、ほら、クイズ番組好きの3人の美女がわざわざ計画に来てくれないよ。あら、いや、あ、挑戦者ですって。挑戦者、あ、挑戦者どうします。挑戦してもらいます。じゃあ、そうじゃ先に挑戦してもらったらどうですか。あ、そうです、挑戦してもらいましょう。まあ1問もやってないですけど、せっかく来てくださったんで。じゃあ第1問目から挑戦していただきます。誰なんか来たら、ね、挑戦者、まあ、ピンポンしっかり譲ってあげてくださいよ、はいはい、ね、すごい。最近めっちゃ洒落た店になってきたじゃないですか。あやないがなんかだんだんおしゃれな、だんだん人気番組になってきて、今日はですね挑戦者が現るということで、すごいですね。エコスマイルのこの大雨の中、なかなかね、雨の中ね、挑戦者が現るってね。それ名札、もう、あらら、いや、とんでもない。わざわざ名店、ライブの名店に、あやないのくにさんがで、めっちゃこの最近おしゃれになって、全然店が全然変わっちゃったんじゃないかと心配になってましたよ。いやすごいね、めっちゃおしゃれ。もうすごい、このコスプレで頑張ってますもんね。すごい、わざわざ飛びの残ね、ゲストで回答者、めっちゃおしゃれて してますもんね。もう本当いい加減だ。クイズ番組はこんな格好してもらえばダメだって感じですよこれから。ちょっと待っておしゃれではない。作業みたいな、こんな水地の T シャツ着てきてるよね。一応これコスプレなんでね。あ、コスプレなんですね、うん、そうなんです。これで何種類かあるんですね。まあ、バスへのダイナーに勤める女と、バスへのダイナーという、設定で、あやないさんで、はい、割とやつ馬勢みたいなのいっぱいあるんですよね。前インターのそばにあるさ、いい飲み屋もさ、なんか馬勢のさ、ほんとスナックみたいでさ、もうめっちゃ昭和でさ、俺気に入ってしょっちゅう行ってましたけどね。でもないんですかそこは。多分最近行ってないからね。
ていうかね、店が潰れちゃったの。ここでやってんね、いつもね。あ、そうなん、問題です。あ、問題です。さあ、第一問どうぞ。今から言いますね、地名を4つ言います。4つ、これはねえだろっていうのだけ当ててください。そうですね。1番ネピア、ネピアね。2番もう、もう分かったみたいですよ。あ、どうぞ。ネピアないよね。ちょっと待って。4択ですって言ったら、もう一択ね。やばい。あ、一択ってこういうの一択って言うか。あの一択求めてた、やっぱこう、やっぱどうか一択のプロみたいな、いけないきたよ。4つ言う、どんどん言わなきゃダメじゃん。すいません。違う、私がね、どんどん言わなきゃ。じゃあ4つ言わないと。聞いてから。いいですよ、一択っていうのお前もありますからね、もうね。問題です。明らかにネピアってな。1番ティッシュじゃん。 ネピアネピアね、そう、ティッシュですね。うん、1番ティッシュですね。2番王子精神とか言うんです。王子精神。ほらほら、そういう感じだ。連想ゲームみたいなもんですか、これは。もう2番うどんターニー。うどんターニー、あ、あるね、あるね。2番肉まん。肉まん。3番あんまん。あるある。さあ、どれでしょう。アンマンっていうから、アンマンじゃん。ないのはどれでしょう。え、ネピアでしょ。今押すんだ、今押す。そう、押してから言ってください。ネピア。あったんだ。違う。いや、ネピアはね、ニュージーランドにあるんです。どこなんじゃ。日本じゃなくて。そうそうそう。あ、もう世界中のあるんですね。世界の地名なんでね。それじゃ言ってないよね、世界の。あ、そう思ってた。あ、そうそう、僕日本の国土の中だとばっかり思ってましたから、すいません。いや、2番目なんだっけ。2番目、2番目はうどんターニー。そうですね、うどん好きな人いますよね、やっぱり世の中にはね、やっぱ。で、3番が肉まん。肉まんがない。で、最後は肉まんがない。あの、あんまん。あんまんはある。肉まんがない。そう、当たり。あ、当てちゃダメなやつ。いや、いいですよ。いいですよ。あれ、当ててくださいよ、真面目にやってくださいよ。だいぶ引っ張ってくれたんでね。そうだよ、はいはい、だいぶ笑いをね、あの、ボケてくれたんでね。なかなかね、あの、大正解です。ね、正解だね。これまでも問題です。次ちょっとね、こんだけ女性がいると、なんか昆虫の問題でないかな。まあ、いいわ。じゃあ昆虫の問題です。あ、さすが、あるんですね、昆虫の問題が。 ないです。ない。昆虫博士、ね、ちょっとね、地名の問題、ちょっとあまりにもね、放送禁止用語がいっぱいあるんで、これ飛ばそう。おまんとかですね。いや、もっとひどいですね。おめこ。いや、違います。あれ、聞いたまーにだ。聞いたまーに。こら、バリ島の聞いたまーにじゃないですか。チンコとかね。そんなのばっかりなんでね。ちょっとこれはやめにしましょう。ね。言ってよ、そんな。ちょっといいの、テレビで。え、ダメです。問題です。怖いね、これ。これね、一度ね、出したことがあるんですけども。冷静にかけるのは面白くないから。だって、ただ言ってるだけでね。そうそう。でもこれ、裸で見ると面白いみたいですよ。あ、言うよ。なかなか問題。問題いきます。はい。お願いします。橋には、入り口と出口がある。いやある、ない、どっちでしょう。押さなきゃ。あ、これです。ひらがな。違う、橋には入り口と出口がある、ない、どっちでしょう。ないね。ないって言う。ないって言う。あ、あるなんで。逆に、あの、橋にはね、入り口と出口あるんですよ。誰が決めたんですか。だって橋ってどう。まだすごい。ほらほら、マスターまでまだまだ。あの、普通の橋です。そこら辺にかかってる橋だから。そう。なんで入り口と出口があるんですか。あるんですよ。なんであるって言われても困っちゃうんだけど。勉強になりました。それでは。本当知ってた。俺は知ってますよ。俺は知ってた。俺は裏口ばっかりだからなんでも。一応知っとかねえと、表から入ってすいません、やめてくださいって言われる。トンチとかじゃなくて。いや、真面目な問題です、これ。だからひらがなってこの間もあったんですよ、トンチで。じゃあ入り口、一休さん見たく、入り口と出口はどうやって判別するでしょうっていうのが本当の問題です。そう、ひらがな。もう答え最初に言う。最初にこの人言っちゃったんだけど、入り口はなんと漢字で書いてあります。
橋の名前なんとか橋で見てください日本橋と、はい、日本で出口はひらがなで書いてあるんです。あ、そうって両方ひらがなって言わなかった。入り口がひらがな、出口が漢字で、あ、ちょっと間違えた、すいません、漢字で書かれてる方が入り口で、出口がひるがな。ひるがな、なるほどね、勉強になりました。なりました、ためになるよね、やりづらいってね、さて、次が難しい。あ、まだ難しい、はい、トンネルにも入り口と出口がある、ない、どっちでしょう。ご指摘ください。トンネルですか。待って、今の問題からのこの流れだとね、多分ないんで。ああ、そうです。橋で。いや、このシンキングタイムとかない番組ですから、もうどんどんテンポよくやってないよ。橋で。ボソ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 言われても困る。はい。ない。ある。ない。ない。どっちですか、もう。いや、実はね、この建設する。あ、また来た、またすごい綺麗な人が。建設業者ね。あのはトンネル作ってる人から見ると入り口と出口あるんだって。へえ、うん、あるそうです。入り口って葉っぱして始めた方から、そうそう、今葉っぱなんか使わないじゃないですか。掘り始めて葉っぱしてるわ。鉄道のしてないよ、モルズラでしょ今。鉄道の起点に近い方が入り口で、ホルズラ知らないですか。ホルズラホルズラ話聞いてる。ホルズラ有名じゃないですか。ホルズラ、え、小林、何すらが掘ってると思ってるんですか。おじゃあダメだ、掘るから掘る、そう、ドリルのこんな、え、あの名前掘るずら、え、だね、だから違うって、小林製薬みたいな名前つったじゃん、掘るっていう、そう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 、まあ基本はあるっていうことでこれで終わりにしたいと思います。あるそうです。ほんでトンネルも入り口の名前書いてあるじゃんね。それは関係ない。走だけで、走りだからそうだからってトンネルもかってなっちゃうとね、後で揉めるんで、ね、じゃあ分かんないわけよ、頭にはどっちがいるけど、掘った人も 俺っちがこっち、あ、これなんか掘り物してたんですよ、俺掘ったみたいな感じで、名前をこっちへ、トンネルごとね、入り口出口が建設業者が決めてるみたいね、勝手に、うん、だって両方から掘ってる場合もある。ああ、そうだね、喧嘩になる、関係ないってことだよね。一般的には全然関係ないですよね。どっちも入り口みたいな感じですよ、まあ、そうだ、なしでもいいです。いや、勉強になりました、勉強になりました、はい、どっちでもいいもんでね、うん、ごめんね、うるさいことばっかり言ってるけど勉強になってるよ。なかなか勉強でしょ、うん、勉強ね、うん、問題です。さて、はい、トンネルの話になったんで、ああ、トンネルの形が最近、はい、あの、うん、まっすぐに切ってなくてこう斜めに切ってるじゃん。あ、切ってますね。なぜでしょう。なんか斜めに、あれじゃん、そりゃあれさえ垂直じゃなくて斜めになってる、うん、どこ弁ですか。要はあれじゃん、あの強いじゃん、その本強い強いんだな、違う、正解です。あ、強度じゃないです、強度じゃない、うん、あ、入りやすい、あ、正解、へえ、本当にドライバーが誘導されやすい、あ、いい線いってますね、いい線いってる、うん、めっちゃ正解、すごいじゃないですか。いきなりよりもさ、こうしようって、あ、そうそう、それ、ね、いきなりはダメ、断崖絶壁みたいによりもこう、うん、やっぱりこうね、誘導、こう静かに入りたいじゃん、穴は特に、うんうん、ね、そういうことですね、うん、そっとしてね、はい、みたいな、ね、そうそうそう、おっしゃる通り、そうそうそう、はい、優しくしてねみたいな感じ、下ネタですか。あ、違う違う、縛れてやめてください。そうそう、あ、実はね、これね、実は正解なんですよ。あの垂直に切ると圧迫感感じるもんで、圧迫感ね、斜めに切ってる、めっちゃスムーズだよ。で、その効果として、あ、こういう効果があったんだっていうのが分かったらしいんですけど、さて、どういう効果でしょう。何、そのあれ、斜めに切って圧迫感を、トンネルを目が慣れるようになったんじゃないか、目が斜めにして圧迫感を感じなくなって、感じなくなったよ、ほいで、すごいいい効果が生まれたんです。生まれた、どういう効果でしょう。あれじゃん、あれだよ、さすがに何でもしてるんですよね、クミさん、ね、年の子、スピードン、あのね、車のスピードン、すごい、あっ、すごい、あんまり出さない、あ、ノー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 、違う、あのね、垂直だと圧迫感感じるもんで、あ、ちょっとブレーキかけちゃう、そう、ブレーキかけちゃうもんで、渋滞、スムーズに入った、そう、スムーズに入る、渋滞が起きにくくなっちゃう、素晴らしい、素晴らしい、
だけど最近あれですね、自動運転だからさ、割とこうちゃんとさ、あれはね、車間距離取ってバーッと走ってんか、あんまり渋滞しなくなりましたね、昔と比べて。いやいやいや、ね、いや本当ですって。走ってんのもいるだよ。じゃあブレーキがこうあんまこう しなくなってるじゃんね。いるよブレーキ。減速してんからさ、みんな割とダラダラダラ。ああそうそう。ブレーキの人も荒いね。そうそうそう、でもダラ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 言ってるから。問題です。いやトンネル、うん、いい、本当いい、ね。なかなかいい問題だったと思うんですけどね。いい、もうトンネルとかね、あ、今日はね、なんで土木関係これ。いや土木じゃなくて、あのまさか私がそういうあの土木関係好きって知ってる。あ、もしかしたら土木好きですか。そんな気がした。土木好きですよ。ガテン好きだから。ああそうです、ね。いや俺のさ、いつもさロースビーフやってるさ、一緒にやってるあずちゃんなんかさ、あれなんですよ。橋好き、橋が好きで、下からこう見上げると、はあ、この橋素敵とかなるみたいよ。なんだよ、橋桁が好きみたいなのか。だから JR じゃなくて、なんだっけ、あの中覗いてる、ね、あーそんな感じそんな感じ。今日どっちかっていうと下ネタ系で攻めようかなと思ってたんですけどね。覗くとかね、なんかね、そういう方がいい。今トンネルでこう穴に入っていったじゃないですか、うん、次もう一つ穴の問題なんですけど、はい、よろしいですか。穴の問題、世界で一番深い人口の穴はどこの国にあるでしょう。ソ連、ソ連、ソ連、ソ連ソ連っていう国もうないんだけど。ないんですよ、ソ連ないんですよ。ロシアじゃん。あ、ここでロシア、はい、正解です。ほら人口かね。そう人口でね、一番深い。何掘っただよ。ロシア北西部。掘りたくてしょうがなくて掘ってみたんでしょ、どこまで掘れるかって。あ、聞いたことある、そういや。なんで、じゃあ深さ何メートルでしょう。大したことないですよ。150メートルぐらい。12キロくらい。何キロ。12キロ。あ、間違えた。ほら、合ってる。もう正解、12キロ。ほらバッチリ。聞いたことあったもんね。あるある。12,261メートル。ほら2,000、1割ぐらいしか違ってないじゃないですか。でもこれ何のために掘ったか書いてなかったんだよね。そうだから掘りたいから掘っただけみたいですよ、うん、多分ね。海は10キロなんだよね、あの地球っていうのさ、掘削して、あの目的は科学掘削って書いてありますね、うん、何どんなもんが出てくるかなって調べただけみたい。何をしてるだかわからんよ何の実験をしてるか。そう、本当そうだよ。いろんなこう恐ろしやってるぐらいですからね。問題です。それでは次の問題です、はい、ちょっとクイズね、話題を変えまして、来年2024年は何でしょう。あ、違う、今撮影用に押してみた。勝手なことやられて困るんですか。勝手なこと、勝手なことやってくださいというわけで、あの2024年といえば、はい、来年何が開催されるんでしょう。あ、オリンピック、オリンピック。そうです。パリで、パリでオリンピック。やんないっすよ。なんか、さて、なんか省エネオリンピックとか言ってたよね。エアコンつけねえとか言ってたもん。さて、パリでオリンピックを開催されるのは何年ぶりでしょう。パリ？はい。パリのオリンピックが何年ぶり？何年ぶりでしょう。やったことはないじゃないの。やったことあるだかしら。あるある。あるだか。うん、じゃあ。映画前だな。そう、映画前。100年ぐらい。確か100年ですね。すごい、さすが。俺数字強いから、数字。1924年以来。1924年以来です。すごいじゃないですか。というわけで、今回のパリの、で採用される競技、さて何でしょう。初採用。あ、答え分かった。分かった。どうぞどうぞ。じゃあヒント言いますね。1番盆踊り、2番よさこい、3番サンバダンス、4番フラダンス、5番ダンシングヒーロー、6番ブレイクダンス、7番ズンバ、8番エアロビクス、9番社交ダンス、10番バブリーダンス、11番フォークダンス、12番クネクネダンス、13番エッサッサ。さあどれでしょう。全部忘れちゃうよこの辺の。エッサッサって懐かしいですね。ブレイクダンスえ、ブレイクダンス、すげえ12個もあったの、よくわかりましたね。すごい。1個だけなの。そうですよ。ブレイクダンスくせえじゃん。いや、盆踊りって言ってくれるかなと思ったんだけど。ボケなきゃダメだって答えちゃダメじゃないですか。サンバ踊ったばっかだよ、サンバって言えんけな。あ、アンサンボでやってましたね、サンバ。踊ったばっかだから。日曜日ね。だっけ、まあ
ず女子をたまらんけよ。あ、面白かったですか。たまらんけたまらんけムラムラしちゃうから。おつのおっぱい綺麗な人いっぱいいますもんね。綺麗だったんや。いや、青木さんもよくやってたんですよ、こっち3番の。だからあの、なんだっけ、演奏する人、フェイスブックに上げてるサンバの映像あるんだけど、おっぱいポロリになってるんですよ。やばいよこれ、なんでフェイスブックにアップされちゃってんだろう。やばい、出ない、出るか出ないかがいいんだよ。そう、出ちゃったじゃ面白くないで。いや出ちゃったのが、うん、もうかなりの梅干しだったもんで、やばいですよあれ。梅干し、はい、申し訳ありません。そう、だからなんかブロッコでしたっけ、静岡ブロッコ。だから見ないのがいい。だからそれは来てくれてるんですよ。あやないでも。さて、パリのパリのオリンピックの4年後のオリンピックはどこでやる、やるでしょう。パリの次のオリンピック。私はね、歯ないと思ってる。オリンピックはもう。ヨーロッパの金持ちのドラッグみたいなな、もうバカバカしくてやめた方がいい、ね。もうやめた方がいいよね。あ、やらんだと思う。一応ね、あの予定としてはアメリカのロサンゼルスだそうです。また。またもうでもアメリカもうないって言ってるじゃないですか、もう治安も悪いし、うん、アメリカ自体がね、もう終わっちゃった、終わっちゃった、アメリカ自体終わってる、うん、もうないですね。まあ一応やるということでね、うん、というわけでちょっと競技からの問題いきます。これもねちょっとねエッチっぽいのを探したんだけど、なかなか難しいです。何競技、スポーツ、そうスポーツね。あ、全然わかんない、はい、どうぞ。全く興味ないもん。さて陸上、陸上のね、女子、陸上の女子、あのよくね、へそ出しのセパレートユニフォーム着てるじゃないですか、ボタナビ。あれは何のためにお腹出しているのか。お腹出してる、あの男じゃなくて女の子ばっかりお腹出してるじゃないですか。あ、理由は何のためかっていうのはね、ちょっとあの6択からいきます。6択、1番男性視聴率向上のため、2番 大会関係者社に受けがいい、で3番、テレビスポンサーが、つきやすくするため、4番おっぱい大きいことをアピールしたい選手が多いから、で5番エコスマイルさんの趣味、で6番空気抵抗を抑えられるから。うまいこと言ってない。5番あ、そうか、待って待って、5番は何だっけか、忘れちゃったんじゃない。5番はね、エコスマイルの趣味。そう、スケベなおじさんだから。それで、そんなとこずらと思うよ。でもあれでしょ、でもなんでそんなおへそばっかりみんな出してるんですか、あれ。あの答えはね、あの空気抵抗を抑えられるらしいんですけども。おへそ出してんの、うん、そんなこと言いながら要は見たいんだよね。おへそ好きがいるんですか。あの空気抵抗を抑えられるのはおっぱい大きくて抵抗がある人だけじゃないかなって僕は思うんですけどね。どう抵抗があるで、前についてるで関係ないじゃないの。あ、でも、あ、そうか、こうつ、おっぱいついてると服があると、服のとこが浮力ついちゃうもんで、ふわ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 しちゃってスピードが落ちる、まあ、どうでもいい感じだよね。どうでもいいです。もうやらないっていうし、もうオリンピックはもうパリで終わりっていうし。まあ頑張ってくるよって問題です。あんまり見ないもんじゃオリンピックとか。もう 3S 制作はもう見ないよ、興味ないってことですね、もうね。あんまりないです、ね、スポーツとセックスと何でしたっけ、スクリーンはもう見ないと。さてエコスマイルさんのもう一つの趣味の、あのビーチバレーボール。あ、俺そんな趣味があったんだよ。ビーチバレー、あ、来られてたの、そうじゃないですか、ビーチバレーのかなんかのじゃないですか。プールすぐじゃん、取材に来たんですよ、あのあやないね、テレビのあれ何でしたっけ、丸元でしたっけ、何だ、あのビーチバレー、ね、ビーチバレーのユニフォーム持って、あ、草根かだ、草根かの取材に来たのがビーチバレーのね、綺麗なお姉さんだったんです。ビーチバレーの水着ってすっごいちっちゃいじゃないですか、ね、あれも理由があるんですか。あ、ありますね、あ、うん、あ、砂がたくさん入らないように。いや、それが問題じゃないんです。一応ね、決まりがあるらしくて、あのなんで決まりがあるかっていうと、強い選手ほど水着が小さいっていう信仰があったみたいで、どん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 みんな小さくしてたんだと思うんですけども、トップサイズとボトムのボトムスのサイズに決まりがあったらしいです。これ以上小さくされたら困るぜみたいな感じで、エコスマイルさんにとっては小さきゃ小さい方がいいと思うんですけども。武田久美子。さて、その答えないじゃん、その
ほら、やりボトムスのサイドの幅は貝柱貝柱貝柱ですねというわけでそのサイドの幅は何センチまで OK だったかっていうのをねちょっと答えて2センチ1番10センチ2番7センチ3番3センチ4番2センチ5番1センチ1センチこれ以上小さくすんなっていう決まりがあったらしいです。1センチ1センチって3倍より狭いんじゃないこれ紐場みたいなことでここはね細きゃ細い方かっこいいで紐場あるんですか私ふんどし派だ。ああ、そうですよ。まあ、やつ大体ふんどし派が多いですからね。半分ふんどしって話になってます。まあ、三角ビキニみたいな状態だよね。いやらしいな。まあこれ今ね実はね決まりはない ないんですけど当初ね。やらしいな。当初ね答えを言いますと。7センチよりも狭くしないでっていうのが決まる。割とあるじゃないですか7センチって言ったら。割とあるんだ。7センチじゃブルマと同じことだな。ブルマってここもうちょっとこブルマとこもっとあるじゃないですか。お尻隠れないとブルマになんないじゃないですか。で7センチだな。ブルマだね。なんで小さくなったかっていうとまあいろいろあるんだけどまあ視聴率がやっぱり上がるらしいんですよね。で最初の頃は普及させたくて、あバレエをね、それ妙だよ。それ妙だ。あ、なんであんなさ砂場でやるんですかバレエ。砂場でやらないとビーチバレーにならないもんでね、うん、で広まれば広まるほどなんかねそこに集中攻撃されるわけですよ。はしたないみたいな感じでね。そうするとそのアラブの方のさ全部隠す人もいるわけじゃん。そういう人も参加できないとかいろんな理由で今はそういう決まりがなくなってビーチバレーがビーチバレーでやらなくなる時もあるんじゃないかなって思うんですけどね。ビーチでね、うん、面白くないですね何にも答えてくれないビーチバレーがビーチバレービーチでやんなくなる可能性がある。どうでもいいですよロサンゼルスでもやらねえしビーチでもやらねえしみたいな感じで、もうスポーツは何もやらないのみたいな、うん、だからそのいろんな決まりを作ったり広めたりするのに最初は良かったんだけどだんだん広まれば広まるいろんなのが薄まっちゃってつまんなくなっちゃうんだよね。いやだってあれでしょ、柔道なんかだってね、みんなね、あ日本が強すぎるとルール変えるとかね、もうそんなのばっかりじゃないですか、うん、でまあねエジプトの女子チームがそういういろんなスーツ着てビーチバレーやったらそれビーチバレーじゃねえだろうってことになっちゃうような気もするんだけどね、うん、ビキニだからいいんだけどね。どうでもいいはっきり言ってごめんね。いいえ、やっぱ昆虫の話じゃないですか。あ、そう、昆虫博士ですか。全然いいですよ。昆虫ネタないですか。昆虫ネタ面白い、やっぱりなのいいです。昆虫博士だからさ。というわけで、うん、もうネタがなくなっちゃって、はい、ちょうど30分なんですけど、ちょうど6時じゃないか。皆さん出ないの？私ばっかり。回答で。もうかなり崩れてきちゃったんで、最初はちょっとピアノリフみたいな。うちの女房が帰ってくる時間。もう早く帰ってこいよっていう合図です。6時になったらアホみたいなことやってんと怒られちゃう。というわけで今日もねコメントをいっぱい入れてくれた人がいっぱいコメント決めたね。なんとあらあらあら、佐藤孝子さん頑張ってくださいと。頑張ってください。木村達也くんがいちご成果とね、雨の中帰りますって帰ってください。コスプレ可愛いって書いてある。ありがとうございます。孝子さんがコスプレ可愛いって、で木村達也くんがティッシュはネピアと。あ、ネピアってあるんですよ。ニュージーランドの北島に僕行ったことあるんですよ実は。あ、そう、ネピアや。ネピア、うん、あー、ティッシュさん、ね、どこだみたいな感じで、ね、うん、ネピアだそうです。ティッシュ作ってたんですか。いや、海が綺麗な王子戦士つってんじゃないかさっきからエリエルって、エリエル、あ、エリエルでしょ。エリエルってとこもあるあるでしょ。大昭和戦士。エリエルは知りません。日清坊日清坊って何なの。日清坊そんなにいいの作ってないでしょ。日清坊ピーチっていうバカええトイレットペーパー作ってる。木村達也君が酒と今日僕ねトイレットペーパー最近ね5倍巻きにしてるんです。5倍巻き何にしているの。そうそうそう、だからもうこれからも避難する時に普通のだと
この1個12ロール持っていかないと避難できないじゃないですか。あ、だけど6倍5倍巻きとか6倍巻きなんですよ。私もそバカ持つのにしてる。重たいのだな。そ、重たくないの。そうするとさ1個でさね6倍使えるから、そう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 、その方が避難するときいいじゃないですか。なんかあった時ね、もう完全投稿番組だ。避難するとき避難したらトイレットペーパーで拭かんじゃっていいじゃんか。それは皆さんはいいかもしれない。うちのにはもううるせえからな。さあちださみださもう水でやれ、ね、だからもう鳴らしとかねえと、うちのばあさん、うちのばあさんうるせえからさ、急にこれにしろとか言うとグズ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 言うからね。そうなんですよ。何もなき葉っぱで拭いちゃうよ私は。あ、さすがですね。さすが昆虫博士。昆虫博士。どこで生まれたんですか。島だし。あ、島だね。葉っぱいっぱいありますね。葉っぱいっぱいあるからいいですね、島だ。いつもいつもやって、いざとなりゃってこと。あ、でもこの間あれ島田のね、女流し作ってるとこあるじゃないですか。あそこの当時、そう、大村さんの当時が来て、うん、日本酒の会やったんですよ。万宗屋で、うん、静岡の。そしたらさ、奥さん来ちゃってさ、当時の奥さんが、うん、めっちゃで、あの、出しゃばりでさ、なんかさ、いろんなこと喋っててさ、言わないよ。そういうこと言わんほうええよ、テレビで。出しゃばりっていう、そう、出しゃばりって言うと言い方おかしかったですけど、めっちゃいい奥さんで、全然違う、そうじゃなくて、ね、やっぱね、すごいね、その愛を感じる、その当時の旦那が当時っていうことに対しての愛がすげえあるもんだから、すごいこう熱入ってくるんだよね、なんか喋ってることに。そうだから俺これ見てるさ、なんかさ、なんとかの奥さんシリーズみたいなやったら面白いなと思ってね、いろんな職業があるわけじゃないですか、旦那さんの。ね、これで、ね、旦那も愛してるけど、その旦那の職業も愛してるみたいなね、そういう奥さんに出てきてもらって、ね、うちの旦那の自慢もそうですけど、旦那の仕事自慢みたいのを奥さんがしてくれればさ、例えばスポーツ、今スポーツ嫌いだけど、スポーツの奥さんね、選手だったらやっぱり体調管理とかだってさ、やってるとかって話もあるじゃないですかね。めんどくさらね、もう一番ダメだよ、ね、いや、だから一郎みたいに彼しか食いませんみたいに言ってくれればいいんだよね、あれ食え、これ食えとかさ、バカにさ、ね。栄養学の先生に教わっちゃうからそうなるんだってさ、関係ねえだろって一郎に聞いてこいって話になってさ、じゃあ僕も毎日カレーでいいですとかってなればいいわけでさ、でしょ。こうしたらさ、もしかしたら綾乃のうちのグリーンカレーどうですかみたいな感じでさ、レシピが高く売れる可能性もあるわけだからさ、ねえ、もう分かんねえんだから。そうだから、そういうね、グリーンカレーは最高。あ、綾乃のグリーンカレーは最高。素晴らしい、本当にそう、だからそう、奥さんシリーズやったら面白いなと思ってね。じゃあお宅も来なきゃじゃん。いや、うちの女房だって夫婦仲悪いから来ないと思います。あの人出てかないもん。いい加減なことばっかり。いや、ほんとに青木さんのうちだって夫婦仲悪いって言ってことで、誰のうちの子ってどうするだよ。ねえ、それを企画した人の。そう、だからさ、俺のうちは夫婦仲悪いからそういうことはできないけど、そう、熱く語る奥さんがいるんだなっていうのを見て、あ、すげえなやっぱりってね思ったってことですよ、ね、そうかね、はあ、あれ酒飲まないですか。飲みますよ。ああ、これでいいじゃん、うん、飲むけど別に飲まずにもいられる。ああ、そうか、うん、僕みたいに半日飲んでるとか言ってますから、ね、飲んでも飲まなくてあんま変わらない。あ、そうですか。僕なんか酒飲んで暴れて喧嘩するとか言ってますから ね、 かね、喧嘩しちゃうの。うん、とかね、寝ちゃいたくなる、うん、もうすぐ寝ちゃうんですよね。飲んで寝て起きたい。おんじゃ面白くないじゃん。そうですよ、何も面白くない。うちの人も何も面白くないとか言いますよ、うん、バーお前は荒らされてまで酒飲んじゃねえとか言いますけどね、僕は。さあ、じゃあクイズ終わって。あ、終わりました。なんかこんな話になっちゃってるけど、まだあれ続いてるんですか。まだ続いてる。続いてますよ。まだまだやってます。視聴者数出てきて増えてるじゃないですか。ちょっとで、うん、なんか質問あります、この二人に。質問特にないですよね。あ、でも今度あれですね、11日ね、あやないで塩と水地図とソマチットの、あ、自分の宣伝をしなきゃ。そう、しとかないとたまにはやりますんで、宣伝してください。博士だからね。博士じゃないけど、あやないランチ付き。あ、ランチ3000円ですね。はい、はい、月曜日、第2月曜日、毎週やって、毎月やってますんで。面白い話、掃除の話かと思いきやエネルギーの話だったりね。
いやでもちょっとまた来てくださると思いますね、土屋さんが、はい、この間あれです、岩田から来てくれて、うん、土屋さんね、また来てくださるって、土屋さんって誰か、岩田のね、方がいる、あ、早苗さん、早苗さん、土屋さんだっけ、そうそうそ う, そ う, そう自分の友達私がご紹介、え、だってそうですよ、だって築地旅館のおかみもお友達とか言ってますよ、そうですよ、うん、そう、そうで、この間行ったらめっちゃ気に入ってくれて、そう、あの杉山さんのね、にご興味持ってね、うん、これでこの間行ってきたんですよ、そしたらあそこ川沿いじゃないですか、ですごい地下水が出るって言って、それでそれをで、あのおかみがもういろんな洗剤とか使いたくないんだって話になって、おい、じゃあこの地下水使って洗浄水作りましょうとかっつって、それでこの間持ってって、それで洗浄水にして、それで収めて今使ってもらってますけど、多分いいことが起きたら面白いですよね。だからもうこれから地下水が出る家庭の方は連絡いただければ、ご自宅の地下水で僕洗浄水作りますんでね、そうすると飲み水と洗濯の水が一緒になるってね、なかなかいいんじゃないですか。いや、僕はそんなしてませんから、僕はあの水道屋さんじゃないから、だから結局水質検査で飲めないとかっていうさ、ちょっとこうね、飲用には適してないよっていう水あるじゃないですか、あれを使って洗浄水作るんですよ。そうでしょ、別に飲むんじゃないわけだから、でも湧いてんのはもったいないじゃないですか、これで止めちゃうわけにもいかないでしょ、これで使ってりゃ緊急の時にね、煮沸するなりなんないですね、あとは洗濯だけにするとかっていう風にするのに、やっぱりお水が豊富に出てくるところと知り合いになってるかなってないかっていうのは、お風呂とか洗濯がやっぱりお金やっぱ水一番使うんですかね。そう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 、だからね、平時でちゃんとそういう人たち友達になってないと、急に断水したから困ったからくれとか言ったってね、うるせえバカって言われるだけですから去年断水したんですよ、静岡でしょ、だってあの時だってさ、みんな困ってたけど、うちなんかなんともないからね、え、俺長沼って言うからさ、俺さ、どうしようかと思ったからなんですよ、沈むんじゃないかなと思ったらなんともないから、よかったなと思いましたけど、でもやっぱ水が一番困るしね、トイレが困りますね、ほんとそう、あと子供さんいるとね、風呂も入れねえしとかってなっちゃうと大変なので、だからお水が豊富にあるっていうところは、うん、友達になっておいた方がいいよっていう話なんですよね。電車が到着いたします、白線の内側までお下がりください。つまんないです。あ、もうお別れの合図。いや、そういうわけじゃないですよ。ダメ。何この声。セクシー好きがいるもんですからね。だから一応こういうのも入れとかないと。キューティーハニーじゃない。全然違うのこれ。アバシリ学園。ハレチ学園とかアバシリ学園とか。アバシリ学園じゃない。アバシリから。ね、アバシリいつか、それでハレンチ学園、もうあれが俺の待ってるじゃないですか、私あの歯医者へ行ってマイチングマチコ先生はダメなんですか、マイチングマチコ先生は、いや長い子長いんですよ、ハレンチ学園ね、あれが楽しい、映画見に行ったよ俺、あ、ハレンチ学園実写待ったよね、そう実写行って行った、とんでもないのやってましたよ、ね、そうやってありましたね、あんなのもうでも長い子の漫画はね、色っぽいんだよ、絵は得意ですもんね、得意でもないけど好きですよね、迷子はね、おすすめの漫画家とかいるんですか、別わかんない、急に言われてもわかんない、あ、急に言っちゃダメなんですね、これいっぱいいますよ、いっぱいいるよ、あ、いっぱいいるんですね、マサコウスケなんかいいじゃないですか、え、ギャグ漫画日和って知ってます、あやなやにあるから言ったんです、あ、そうか、もう本当に面白い、俺ギャグ漫画って何一番面白かった、あれじゃないですか、マカロニほうれん草じゃないですか、 あの当時ね、あ、面白かったね、高校の時だよ ね、高校同級生なんだよね、同級生で、だって私の別れた亭主と、うん、だ卒アルに乗ってるもん、あ、そうそいや俺あれ卒アル俺が編集したからさ、静岡西高でさ、そうだよ、4期生ですからね、旦那も一緒なんですね、旦那もそう旦那一組でそうそうそう、なんで別れちゃったんですか、あのいろいろまあでもすごくあの円満離婚でさ、ああそうですか、昨日も行ってきたんだけどさ、お母さん調子悪くなっちゃって、なんかあのまあ全然もうより戻さないんですか、
戻さない。あ、そうですか。だからそういう法律は取っ払って友情で私たちは、あ、そういうふうに、もうなんか兄弟みたいな感じになって助け合って、あ、素晴らしいですね、うん、まあ自立を助けてくれたりさ、まあ、こうで行こうって感じになった。あ、なるほど。うちなんか毎日あれですもん、離婚しろ離婚しろとか言ってるんですよ。そうやって言ううちほどしないよ。 うちはもうパッて、もうへーって、あ、そうだねってなったんだよ。だからすごくスムーズで、あ、そうですね、あんまり周りに理解されないけどね。だけどまあいいんじゃない、いろんな形があるさ。そうですね、多様性の時代ですから、ね、そう。でも一切喧嘩とかない。あ、そうですか。うちなんか毎日喧嘩ですからね。でしょ、なんかね、そういうのもね、もうギスギスだらけですよ。本当かね。本当ですよずっと一緒にいるじゃん。でもねえ、ずっと一緒だよね。仲いいじゃないの。仲いいよ。仲良くなきゃ喧嘩しないから。ありませんけどね、オンリー自分の話になると急に弱い。ねえ、もごもごしちゃって。ね、で今までのあれはどこ行ったの？夫婦の自慢をしようなんてね、企画しちゃったりして。一回こうやって言っちゃ言ってただけが自分らうちの話になった。だーんまっちゃって。バカ面白い。ねえ、不思議なもんですね、やっぱ世の中はね。もう、はい、いい時間ですか。もうどっちでもいいですよ。何時までやるんですか。もうだんだん疲れてます。じゃあ、A にするか。はい、ね、でも今日はありがとうございました。こちらこそ突然あの乱入しましてすみません。内緒にしてたんだけどね。ありがとうございました。びっくりしました。いや、でもあの土木関係の質問がいっぱい出たと思う。あれ質問じゃない、質問じゃなくてクイズ、クイズ、クイズね。得意分野。質問とかに言われたと思います。ご縁を感じます。ありがとうございました。ありがとうございました。またいつでも来ていただいて。はい、ありがとうございます。今度はあの前もってね、こういうのがいいとか言っといてくださればね、もうちょっとね、面白いのも出てくる。面白い研究はする。あ、そうですか。ありがとうございました。ありがとうございました。ずってる、ずってる。写真ね。後ろのこのグリーンのやつってこうなる、これなんだよ。何でもできちゃう。はい、チーズ。来ちゃいない。来ちゃいない。違うからね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、びっくりしました。